ザイアンス効果から。これは別名単純接触効果とも言われるもので、人は同じ人や同じものに繰り返し触れることで、それに対し好感を持つ現象のことですね。繰り返し触れるっていうのは、時間より回数の方が重要で、もし物理的にね、何度も会うのが難しい場合、スケジュールが合わないとか遠距離だとかね、いう場合は、メールとか LINE とか SNS、あと電話なんかでもね、ザイアンス効果活用できますので、ぜひ活かしていただきたいと思います。シンプルに会う回数が増えていくと、印象も良くなっていくと。そういうことです。ただし、うざい存在になってしまったら本末転倒ですので、大切なのは相手に好感を持ってもらう接触の仕方を常に意識するというところですね。まあそうですよね。相手が望んでないのにグイグイ言っちゃったり、まあ相手が不快に思う話とかをしてしまうと、まあかえって逆効果になってしまうと。しっかり相手の気持ちも確認しながら接触するというのが重要ですよねと。